総合歴史学科についてご紹介いたします。歴史は人類の経験の宝庫です。歴史を知ることで私たちは改めて人間社会の多様性に気づくことができます。現在世界が直面するさまざまな課題に向き合うとき、この多様性を受け入れるということは大変大切な価値です。すべての歴史は現在の私たちにつながっているのです。総合歴史学科では、自分と文化的な背景の異なる多様な人々に対する想像力、歴史から学び取る応用力、そして自らの考えを人に伝える表現力、これらの能力を備えた人を育てたいと考えております。総合歴史学科には4つのコースが設定されています。 1,2 年生の間は全ての科目から幅広く授業を受け、知見と関心を広げます。3年生で自分の専門を決めて、4年生にかけてゼミナールで自分のテーマを深め、卒業研究を作成します。卒業に必要な単位のほかに、資格関連の指定の科目を履修することで資格を得ることができます。中学校・高等学校の社会科教員免許、また図書館司書、それから博物館学芸員、社会教育主事といった資格がそれにあたります。学科としては多彩な課外活動にも力を入れております。1年生は入学間もなくして、全員で京都奈良方面へ1泊2日の研修旅行に行きます。また、年間を通じて何度か岡山周辺の史跡の見学会も実施しています。歴史を学ぶことは全人格的な成長につながります。多くの皆さんが歴史学に関心を持ってくださるよう期待しております。